これも布袋さんと、氷室さんと、うん、ギタリストとボーカリストがいる前で、とりあえずそのラッキーな方は、春日井市のやはり高木くん、高木くんですね、はい、いきます。氷室さんこんばんは。突然ですが僕は今年の夏前からバンドを組んでいます、はい、まだコピーバンドだけど、うん、もちろんボーイ一筋です。そこで自分はボーカルをやっています。だけどメンバーから声量がないと言われています、うん、週に 4、5回は練習します。歌は家でも毎日しっかり声を出して歌っています、うん、だけど自分ではバンドを始める時から少しの変化も感じられません、うん、ボーイの LP モラルからギグスまでの間に氷室さんの声は今まで以上に声量がついていると思います、うん、ある雑誌で歌い込んで一度は声を枯らせと書いてあるのを見ました、うん、それで今必死に歌い込んでいます、うん、30回ほど歌うとさすがに喉が痛くなります。30回って1曲は30回歌うと喉が潰れちゃうってこと？なんだろうな。でもすぐ治ります。あなんだよ。歌い込みが足りないのでしょうか、うん、自分では歌い込むことが一番だと思うのですが、歌うことによって声量などはつくものでしょうか、うん、何がボーカルに対しての練習法なのか、うん、良きアドバイスをお願いします、うん、歌うと声量つくよ。やっぱホテイとかだってね、昔と全然違うもんね、うん、そうだね、そうだよね、うん、で俺さ、あの東京に出てきたばっかりの時に4畳半のアパートだったから、うん、歌なんか歌えないわけ、練習なんかできないから、うん、枕を口に当ててね、これ結構いい、うん、で大声で歌うの、うん、そうすると自分の耳に声が聞こえないで、聞こえるぐらいまで歌おうとするとえらいでかい声になるね。その自然と腹式呼吸とかが身についてくるの。あ、腹式呼吸って言うよね、うん、歌うとでも俺の場合腰式呼吸だけどね腰をクイクイってひねりながら声を出すという、これはちょっと腹式呼吸の上だから ね、ちょっと子供を真似しない方がいい、危ないからね、うん、なるほど、子供は危ない。そうそうそうなるほどね。布袋さんなんかはどうです？歌ですか？歌っていうか実際ほらメタル前じゃねえ、ね、そう言わずに、まあ、そう言わずになんだって歌のことはよくわかんないねやっぱね、うん、でもなんとなくさ、それはそれでギターとかだったらわかるけど、クミちゃんとかうちで練習してないとか、ね、あでもね鼻歌歌ってるよやっぱ、あなんとかかんとかって。布袋さんも鼻歌よく演歌歌ってる。そうなんだ鼻歌うまいよね。うまいうまいなーってそうじゃないんですね。アクション付きでやりました。なるほどね。でもなんかさ、うん、ギターにしてもドラムにしてもベースにしても、うん、ね、そういうバンドやってる連中ってたくさんいると思うけど、うんうんうん、やっぱさ練習練習って思わないでも、うん、なんとなく練習やっていくとさ、そうだね、だからすごい楽しんでリラックスしてやるのがやっぱ一番いいんじゃない、ね、結局はさ、うん、だからね、枕を当ててニヤニヤしながら歌うのがやっぱ最高でしょ。枕にさ、おーいっつって寝ると、うん、寝てからおーいって帰ってこない。あ、そうですか、はいみんなバカに、でもハガキでねやっぱり多いんだよね、そのなんていうの、多い、はい、うん、バンド話的なさ、うん、アマチュアバンドがすごいねたくさんいるけどみんなボーイのコピーやってますみたいな、うん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 、アマチュアバンド好きだな、ね、俺も好き、うん、なんかさ、でもなんか本当に思うのは変に毒されないで自分らのやりたいことをさ、うんうん、メンテやるのが一番いいと思うのね、うんうんうん、なんかさこれがこうやるとまずいんじゃないかとかさ、うんうんうん、いろいろ考えちゃうと、うんうん、なんかどんどん原型っていうかさ、うん、一番光ってる部分がなくなっていっちゃうようなさ、その辺よく言うもん ね、例えばボーイのコピーやってたとしてもなんかすごいヒムロックの真似とかさ、俺の真似とかじゃなくてかなり顔が赤くなっちゃう人いますから ね、うん、はい、あれ俺が出てんじゃねえかと思って、うん、俺じゃなかったら俺より顔が良かったりするですよ、ゾンビだったりとか、ね、取らないですけどね、はい、うん、でも名古屋に行った時この間ライブハウスでちょこっと顔出したんでしょ、布袋さん。そうそうそう、ね、エレクトリックレディランド、レディランド、うん、なんか飛び入りでギター弾いたそうです。そうなんかね、インディーズのバンド、あ女の子の番号、番号って言ってなくて、女の子の番号は、うん、ごめん出て2つ目にねニューバイルっていうバンド出てて、うん、でねなんかやろうかなとか思ってね、好きなの、なんかセッションとか昔から好きだよな、うん、好き。久しぶりのライブハウスでしょ。でもそうですね、うん、気持ちにくてさ、うん、僕ももう一回ライブハウスでボーイが見たいなって、あ、なんだ、僕ももう一回ライブハウスでやりたいなって、なるほどね、うん、そっかそっか。でもいいね、こういうのたくさんハガキくれると楽しい ね、うん、ね、布袋さんとこもでもラップレイヤーでボーイ、そう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 、うん、ね、僕何回か見せてもらったけどやっぱバンドの方の相談とか多いでしょう。多いよ、すごい。でも楽しいね、楽しいよね、うん、なんかね挫折感味わってるやつもいるけど、うんうんうん、どうしてもダメだみたいなさ、うん、でもなんかそこを乗り越えちゃえばさ、うん、もっと楽しくもっと楽にできるんじゃないかみたいなとこあるじゃん、うんうん、ね、俺らもそうだったし、うん、でも本当にささっきのあのさこの前のハガキに戻っちゃうんだけどさ、うん、すごいラッキーとかさラッキーじゃないとかっていうのはあるんだよね。そうかもしれない、ね、運みたいなのってさ、うん、でもなんつうかさ自分が本当に楽しんでできればね。そうやね、うん、それに越したことはないっていうか、
結局俺らもそこで諦めないでやってきて、うん、今すごい逆に言えば他のバンドよりも楽かもしれないじゃん、ね、全然曲げなかったからみたいなさ、へこたれなかったみたいな。